ウィットマン郡はアメリカ合衆国ワシントン州の南東部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は44,776人で、ある郡庁所在地はコルファックスであり、人口最大の都市は軍人口の3分の2が住んでいるプルマンである。プルマンには州の公有地を供与されたワシントン州立大学がある。 ウィットマン軍は1871年11月29日にスティーブンス軍から分離して設立された。軍名は長老派協会の伝道師マーカス・ホイットマンにちなんで名付けられた。ホイットマンは妻のナーシサと共にオレゴントレールの発展に寄与したが、1847年に海遊ス族インディアンのために殺された。パルースアメリカ合衆国国政調査局によれば、 群域全面積は2178平方マイルで、あり、この内陸地は2159平方マイル、水域は18平方マイルで、水域率は0.84%である。コロンビア川中流域にある、広くうねったプレーリーのような地形であるパルースの中に、ある。川こと貯水地産著名な公園隣接する、群ワシントン州立大学のトンプソンホール以下は2000年の、 国勢調査による人口統計データである。ウィットマン軍の農業生産性は高い。ハート・オブ・ワシントンによれば、大麦、小麦、乾燥豆類及びレンキル豆については、アメリカ合衆国のどの軍よりも多くを生産している。プルマン市には、シュバイツァーエンジニアリングラボラトリーがある。軍内の農園下のリストで、コルファックスとプルマン以外は全て人口1000人未満の、 都市あるいは町である。ウィットマン軍は伝統的に共和党の地盤と考えられている。アメリカ合衆国会議にはワシントン州第五選挙区に属し共和党議員を送り出している。1964年アメリカ合衆国大統領選挙で共和党のバリーゴールドウォーターが勝利した州内3軍の一つだった。 この選挙以降1976年の選挙を除いてすべて当選した候補者を選び続けている。リチャード・ニクソン、ロナルド・レーガン、ビル・クリントン、ジョージ・ W ・ブッシュはすべて2回とも勝利した。2008年の選挙ではバラク・オバマが投票総数の51.57%を獲得した。ありがとうございます。